ただいまより平成25年8月第44回学長定例記者会見を開催いたします。私は本日は進行を務めます広報グループの脇と申します。よろしくお願いいたします。まず本日の進行についてご説明をいたします。まず朝原学長より発表事項1から6についてご説明をいたします。この説明の後質疑応答のといたします。なお、お知らせ事項につきましては特にご説明はいたしませんので、資料の方をご覧ください。本日の会見は以上の内容を12時までに終了する予定にしております。なお、本日はこの会見終了後に記者の方との意見交換会を開催する予定しておりますので、そちらの方もご出席の方よろしくお願いいたします。それでは朝原学長より発表事項1からご説明をいたします。はい、よろしくお願いします。発表事項1は9月に開院します広島大学病院の新診療棟、外来機能と手術室を含む中央診療機能を合わせた、診療棟をこの度新築いたしましたので、それを記念して式典を行いたいと思います。9月1日に式典を行うわけですけど、病院の開院は20日ちょっと2日間だけ確か外来を閉鎖することになっているんですけど、いろんな診療機器の移動もありますので、そして9月20日から新しい診療棟で診療開始したいと思います。この新しい診療棟の特徴は、もちろん今の外来中央診療棟が非常に障害になってきましたことと、新しい医療機能、例えばがん核予防を行う、対象となる患者さんがどんどん増えてきていますので、そういう機能を拡充することと、それから手術室も手狭になっていますし、手術なども現在行っていますので、そういうものが十分機械が運用できるようなスペースを取って、かつ手術室も確か17になったと増やしています。これは患者さんの手術待ち期間を短縮するということになりますし、迅速な手術室の運用と清潔も含めてですね、そういう形で新しい病院機能を加えた新診療ということにしております。9月1日は記念式典、記念講演会と、関係者を集まりたいで祝賀会もしたいと思っています。2番目は広島大学と南相馬市との包括的な連携協力に関する協定、調印式を明日行います。相馬市に出かけて行って、これは当初ですね、もちろん東日本大震災の方の支援ということで、最初は医療分野における連携を始めたんですけど、例えば環境放射線の調査とかですね、あるいは長崎大学の学長と福島県とで ここで会議をしたときに、研修医の派遣もお願いしたいということで、私も医学を志す若者が、被災地の医療がどうなっているのか、どのような形で関わっていけばいいのかということを、学ぶという観点から大変意義があることだと思って、医学部長に検討をお願いし、実施したわけです。そういう形でやっていますけど、もう一つ放射線災害復興を支援する国立大学プログラムという新しい大学院のプログラムを昨年からスタートさせていますけど、そこ のフィールドワークをこの南相馬市で行っていますので、
まあ、そういう形でさまざまな教育研究分野での連携が、まあ、引いては被災地の支援に結びつけばいいと考えています。裏面に連携実績が書いていますけど、南相馬市立病院総合病院のリハビリテーション部門へのスタッフボランティアの件、先ほど申し上げました環境放射線に、そうですか、やはり南相馬市総合病院の放射線カウンセリング外来の支援、それから、臨床研修協力施設としての、まあ、連携、それから本学から南相馬市総合病院の副院長として及川先生を、副院長の及川先生を文学保健学研究科の客員教授として、まあ、移植したと。それは環境保全の調査ということで、まあ、このようにすでに実績がありますので、改めて、まあ、この勉強を強化するということで、明日の協定式を行うことになって、協定調印式を行うことになっています。3番目は、まあ、これも私学部がベトナムのホーチミン市医科薬科大学と学術交流を進めてきました。大学院生教員それから学部生を受け入れて、まあ、教育研究臨床指導を行ってきたという実績がありますので、まあ、改めて今回、もう7月31日に開所式を行ったわけですが、このホーチミン市医科薬科大学の中に共同研究センターを開設したということです。本学から私学部の学部長をはじめ、関係者が出席いたしました。このホーチミン市医科薬科大学の私学部の学生研究員大学院生の受け入れについては、私学部が以前から非常に積極的に取り組んでいまして、北島大学の教育を向こうで卒業の時の単位に認めるというふうなツイーニングプログラムというものも、まあ、すでに行っていますので、まあ非常に私は国際交流という観点から大変高く評価しています。まあ、今のところ受け入れが、まあ、だけなんですけど、まあ、将来は本学の学生も海外のそういう大学で、まあ、研究をする教育を受けるということもあってもいいんじゃないかと思っています。今政府の奨学金受給外国人留学生枠で受け入れていますけども、まあ、できればいろんなファンドを活用して、もう少し多くの学生の交流を進めていった方が良いと思いますし、そういう、まあ、方向で、検討するべきだというふうに考えています。私学部には国際私学コースというのがありまして、まあ、非常にグローバル人材の育成という観点でユニークで、まあ、特徴のある教育プログラムを提供しています。まあ、現在インドネシア、ベトナム、カンボジアの教育大学から、まあ、受け入れています。非常にこう長期間専門課程を広島大学私学部で学ぶということによって、まあ、それぞれの母国に帰って歯科医療を展開するという、まあ、医療人の育成という面で広島大学の国際貢献の非常に優れた企画だというふうに考えています。この共同研究センターはそういうことを一括してベトナムに関しては行うことができるような機能を持つセンターとして位置づけたいと考えます。4番目は、まあ、ご存知のように昨年秋の府中町で児童虐待死亡事案が、まあ、起こったということがありました。まあ、これは全国的に今児童虐待が大きな課題になっていますので、まあ、本学としてもその教育学の、まあ、アカデミアの分野から、まあ、社会のこういう重要な課題に対して何かその
解決策を提案するといいますか、まあ、研究した上で、まあ、再発防止に、まあ、努めるというようなことに貢献したいと思っています。今回広島県の子ども家庭課の委託を受けて、あの過去の事案を分析解析して、再発防止に関する提案をしていきたいと、広島県にしていきたいということで、これもあの社会とつながった大学の機能として大変重要な機能ではないかと思います。まあ、基本的にさまざまな領域で、まあ、大学、広島大学としましては、社会、人類社会の課題に対して、まあ、私たちの、あの資源を活用して、まあ、積極的に、解決に向けて、取り組むということが、まあ、社会人で非常に重要な部分ではないかと思いますし、まあ、今後、まあ、こういう、機能というのは代表として、しっかり充実させていかなくてはいけないというふうに考えています。5番目が広島大学出版会というのはもともとあったんですが、今年、まあ、8月にオンデマンド出版によって音楽の研究者の、まあ、書籍を刊行したという報告でございます。基本的に新しい製本機器を今年ですかね、昨年導入して、まあ、大学の教材にはですね、有効に活用していただいてます。電子情報を、まあ、使う、これを、まあ、機械にこうインプットするだけで、まあ、本になって出てくるような非常に素晴らしい、ちょっとお金かかりましたけど、まあ、結構大学の教材というのは今学問の進歩が激しい分野がありまして、昔私と、まあ、例えば病理学でしたら、内科書はハリソンの内科書とか、これを読めばいいという教科書だったんですが、今はもうその文献をどんどん読まないと新しい医学についていけないような、まあ、そういうさまざまな分野で学問がどんどん進歩していますので、こういう製本機器を使った教材の提供というのは大学にとっても非常に重要な機能になっています。それを使って新しく広島大学出版会が製本して、それを、まあ、書店で販売していただくというようなことですね。これは通年を通してこの電子公開しているこの文献がですね、大変高いアクセス数があったので、あるいは一部に差し替えにしてほしいというような意見もあったので、今回そういうことで踏み切ったということで、これは広島大学出版会オンデマンドからの出版としては2冊目ということで、まあ、本年2月に英語の監視増補版というのを出していますけど、それについて2冊目ということでございます。日本現物を、あ、そうですか、この本そうですね、まあ、表紙はですね、カラーにできるんだそうですけど、中はどうもカラーまだできないということで、コピー機と製本機が一体となっているので、はい、日本の大学では広島大学だけが導入しています、まあ、国内でもほとんどまだ企業でも導入されていません。 PDF ファイルで資料いただければいつでも有料で作りますのでただ数が多くなるとですね、かえって高くなるので、数の少ないも 何部ぐらい、100部ぐらい、ただもう安価にできるということで、最後に東日本大震災復興支援ボランティアオペレーションつながりが、9月2日から13日まで第7回目のボランティア活動を行います。毎回の報告を受けていますけど、被災地の方たちのニーズというのは実は非常に多様であって、まあ、その中の一つが、ね、非常に重要な学生の言葉として私が心に残っているのは、まあ、被災地の方たちとさまざまな形で交流するんですけど、やっぱりこの被災地のことを忘れないでほしいというのが、まあ非常に強い思いがあるみたいです。もちろん
復興全体が十分進んでないということは皆さんよくご存じだと思うんですけど、やっぱり心のこう支援というのはですね、非常に大切だということを、まあ、学生の活動から私も感じてますし、まあ、学生自身もですね、そのことをよく理解して、まあ、多くの人にこの被災地の現状をボランティアを通してボランティアで経験したことをかえって他の学生にも伝えるということについて、私もぜひそうしてほしいということを言ってますし、彼らもそういうことに努めているようです。私は学生が国難である東日本大震災のですね、支援に、まあ、微力ではありますけど、関わっていくことについてですね、非常に教育的な意義も大きいと思いますし、きっと彼らがそういう形で社会人として必要な可能性を見つけていくということを期待しています。以上です。はい、それではここから、質疑応答の時間とさせていただきます。大変恐縮ではございますが、ご質問の際は挙手の上、こちらからのご指名をお待ちください。マイクをお持ちいたします。またご質問の前には、署名とお名前をおっしゃっていただきますようお願いいたします。それでは、ご質問のある方、挙手をお願いいたします。